なぜ韓国にクリスチャンが多いのか。韓国のクリスチャンは人口の4分の1、1000万人を超えているが、カソリックにもプロテスタントにも属さない、いわゆる異端キリスト教派も多く、それらを含むと人口の 40% に達するという見方もある。仏教すらそんなに韓国人の気持ちをつかむことができなかったのに、なぜキリスト教がそれほど韓国に普及したのか、そういう疑問を持たれる方が多いと思う。韓国にキリスト教が普及したのは、惨めな状態を喜び、パンを楽しむ韓国人の感性にうまく適合したからである。現在の教会は惨めな自分を嘆くには格好の場となっている。どうやって適合したのかをお話ししてみよう。唯一神を奉じるキリスト教は、本来は儒教的な社会にとっては敵であるはずだ。30数年前の韓国のキリスト教はまさしく韓国儒教社会の敵として登場し、敬虔で荘厳かつスマートなアメリカ的な教会の雰囲気の中で行われていた。しかし一部の知識層に普及し、最下層の人々の心の慰めとなることはあっても、大衆的なものとなることはなかった。韓国人に合ったキリスト教を作ろうという動きが出てきたのは、朝鮮戦争が終わった後、深い虚脱感が韓国全土に広がっていた時のことだった。あるプロテスタントの一派が、それまでのアメリカ的な教会のやり方の全てに手を加え、韓国人に受け入れやすい雰囲気を積極的に作り始めたのである。それが成功したため、他の派もこぞって改革を進め、以後韓国のキリスト教は大きく変貌していったのである。中でも最も効果が大きかったのは賛美歌の改革である。それまでの音程の高いソプラノの賛美歌を、韓国人に親しみやすいカリョンの曲調にアレンジし、低い声で歌えるように改革していった。これによって西洋音楽に馴染みのない田舎のおばさんでもすぐに賛美歌を歌うことができるようになった。しかも賛美歌を歌うことで、そのままファンを楽しむことができるばかりでなく、ファンを解消することすらできるようになったのである。この賛美歌改革の効果には驚くべきものがあった。それまでは教会のオルガンの知られに引きずられながら、なんとかついていくのがやっとだった賛美歌、それがファンを楽しむカリョンそのままに、台所でも仕事場でも落ちずさむことができるものとなった。そのため町のあちこちに起こる賛美歌の声に惹かれ、教会を訪れる人が急激に増えることになっていったのである。